今期新作人気圧倒的ナンバーワン、私の幸せな結婚今期最速に決定、おめでとうございます。いやー、さすがですと思ったら違った、どうもレヒョです。というわけで違ったんですよ。ワタコンに来たねって言って動画撮ろうと思ってたらね、思わぬ情報が舞い込んできまして、あれワタコンが最速じゃねえや、まないかみたいなことが起きたもんですから、まあ、しかもですね、幸いというのが、私、この先にちょうど最終回で全部は見ましたので、まあ、その感想と一緒に何が今季一番乗りだと、ワタコンもまあほぼ最速に近いんですけれども、2020年夏アニメ、ね、2期一番乗りした作品について語っていきたいなと思います。まず皆さん何だと思いますか？もうこれね、知らない方はもうびっくり仰天するかもしれないし、僕はね、僕はその、まあ、2期来たのももちろんびっくりだし、一番乗りなんかよりびっくりみたいな。はい。で、まあ続々ね、残念最終回をね、迎えてくる作品が出てくる中で、一番乗りしたのがまさかのこの作品という、まさかの2期決定みたいな、制作陣もね、そんな感じで告知してましたけれども、今回、紹介していく作品、今期一番乗りの2期なんと決定した作品、それが、こちらでございます。自販機。このアニメの主人公、自販機ですという子。でも信じられないかもしれないですけど、本当なんですけど、自動販売機に生まれ変わった俺は、迷宮をさまようっていうね、まあ、本気タイトルになります。小塚になろう原作で、まあ、なろうアニメのね、まあ、やっぱ続演率の高さをちょっと舐めてたかなと思いながら、びっくりしました。いろいろびっくりしたので、まあちょっと順を追って話していきたいと思うんですけど、まあいつもよりね、最初に騙してこないとありということで、まあその正直すぎる感想ですね。別に2期決定したから何も忖度しませんよ。もうね、ボロクソ言うかもしれませんし、まあびっくりベタ褒めするかもしれないですけど、まあ話していきますね。どうか、まあまだぜひ最初、ぜひ最後までご覧いただきました。さようです。はい、というところね。まずネタバラシの感想、結論としましては、まあ最終回ね、12話まであったわけなんですけども、まあね、本日が昨日の深夜かな、最終回を迎えまして、僕も見ました。ぶっちゃけどうだったのかというと、ネタバレなしの感想、結論としましては、正直ですね、面白かったんですよ、これがびっくり。いや、最初、舐めてましたよ。僕、このチャンネルでもね、動画上げました。自販機に主人公が転生するんやって。でも、意外と見れちまうぞって言ってた一話だったんですね。ただ、やっぱ、まあ、どう見てもやっぱ色物枠だと思ってました。転生したら剣でしたら、点検ですよね。剣に転生すると大丈夫かって、やっぱフランちゃんっていうね、まあ、そのヒロインとかものすごく魅力的にいけたとか、いろいろありましたけれども、さすがに主人公自販機どうやって話進めんねん、みたいな。もうみんな思うと思う。で、僕もちょっとふざけてんのかな、ちょっと、まあ、そういう笑い性なのかなと、そういう笑い集めなのかな、みたいな。もう正直ちょっと思ってました。舐めてたんですけど、3話切りかなとか、まあ、多分笑いも尽きるだろうかね、ネタも尽きるだろうから3話切りかなとか言ったら、全話まず見たわけですよ。まあ、全話見た時点で結構面白かったなってなると思うんですけど、やっぱね、もう普通に面白かったっすわ。まあ、結構ね、週刊アニメなんていうのをやってますけど、結構この先県外に置くことが多かった。県外ばっかり、ほぼ全部県外だったから、と思うんで、特にね、まあ、今期からメンバーシップね、始めさせていただいて、ラン県外はもうメンバー限定動画にしちゃってますから、メンバーの方はご存知だと思うんですけど、僕、ジャンク楽しんでたんですよね、ラン県外だったんだけど、楽しんでたんですけど、まあ、最終的に見てね、やっぱ、思ったのが、全然色物なんかじゃねえわって。普通に実力がある作品だなっていうのは僕はほんとシンプルに思ったことで、てか逆にこの主人公が自販機なのにここまで面白さというかしっかり見れる作品になってるっていうのが僕はすごいなと思ったし、もちろんやっぱ見ていく中でこんな自販機なんでもありすぎ、本当に自販機なんでもありなんですよ。最後なんかまあ、じゃあ一旦ネタバレになっちゃうからあれだけど、もうなんか何回もね、びっくりなものに変身するとこれ自販機じゃねえだろみたいな何回もあるんだけれども、まあそういうツッコミどころも入れるのもある種の楽しみ方だと思うし、そのネタが尽きてしまいそうになりながらね、もう僕も主人公自販機に意味あるんですかって言ったこともあったんですけど、そんな中でも、やっぱしっかりこう見れる作品になっていくし、やっぱ自販機ももちろんそうなんだけど、その他のやっぱヒロインとかのキャラクターにすごい魅力があってですね。まあだからこそ、主人公が自販機である必要があるのかとも思ったんですけれども、やっぱ自販機だからこその面白さとか、自販機の魅力とか、まあ、主人公の魅力とか、もちろん元は人間なわけですね。それがまあ自販機に転生する。まあ自販機マニアが転生して、自販機に転生するで やったみたいな。もう意味わかんないです、最初からね。でも、ただただ色物に終わらずに、やっぱしっかりと見る。特にやっぱ会話がすごいスッと入ってくるっていうのは僕最初から自販機はやっぱ思ってたことで、それは最後まであったし、やっぱヒロインの可愛さとか、最終的に僕結構感動しちゃったんですけれども、で、話としてもかなりやっぱ途中で正直終わりましたね。原作が、ライトノベル3巻で終わるみたいなんで、これ3巻で完結したんだよね、これって。っていう認識なんだけど、完結したわけじゃないのか、連載してるのかな、なんかもう関係者と勘違いしたんだけど。連載してるような気がするけど、まあまあすいません。っていうところの中で、まあ多分アニメ2期もあればね、かなり多分いいとこまでやれるかなというところで、
あれ関係者と思ってた、関係者じゃないのかなこれ、機関三冠って書いてあるな。うん、っていうところで、はい、まあ、すごい短いし読みやすいみたいな話もね、まあ、結構その原作ファンからも、原作ファンっていう原作読んだことある方かな、聞いたりもしたんですけれども、はい。で、アニメに決まってね、まあ、かなりいいとこまでできるのかなっていうところで、まあ、そこもだから、まあ、中途半端で終わりましたけど、そこも納得だし、なんか最終的にジャンク見てちょっと感動してる僕にびっくりしたみたいな、自分に驚いたみたいなところはマジであったんですけど、もう面白かった。だですね、なんか素直に楽しめた作品だなと思いましたし、うん、やっぱ自販機を進行っていう題材に置いてこう話を広げてくるのかっていう、なんかある種の面白さというか未知の領域ですよね本当に。うん、それを見せてもらって、まあ、日記が決まってっていう、まあ正直分割に来るだと思いますけれども、あれは分割に来るやるにしてもね、やっぱそんだけ予算がかかります。最近なんかアニメの予算が上がったみたいな話題が上がってましたけれども、やっぱものすごいやっぱアニメでお金かかるわけです。1話昔だったら2000万とかね言われてますけど、なんか今もう倍ぐらい、なんか倍とか、なんか世田谷市だったらなんか6000万とかなってるらしいんですけれども、やっぱ2000万とかやっぱするわけですよ。うん、かかる中で、まあ、こうやってにその簡単にニクルできないですからっていう中でもね、まあ、最近はもう文化ニクルも全部ニキっていうみたいなんで、まあ、別にそれでいいかなと思うんですけど、みんな喜べるしね、その方が。文化ニクルですって言われても別に、ああよかったニクルやるんだ、だけどさ、ニキ元気だ来たーってなるじゃんね。まあこうやってまあ動画でも紹介はしやすいですし、まあ話題になりかなりやすいのかなと思いますけどもね。まあ、まだあの放送時期とかはね発表されてなかったので、まあ、とりあえず決定したっていうところでね、まあ、結構先になるかもしんないですけれども、まあ、来年、まあ、少なくとも来年なんですけど、うん、っていうところで、まあでも楽しみだし、まあ、作家もねスタジオ国民とアクシさんだったけど、まああのまあギリギリなんとかめちゃくちゃ良かったっていうわけじゃなかったですけど、まあしっかりキャラの可愛さとか、まあバトルシーンとかまあまあ出てたし、うん、っていうところで、いいアニメになってたかなっていうのはね、思いました。まあ、何よりやっぱ、まあ、最初に言ってますけど、その自販機が進行ってやっぱとこは、その自販機メインで俺杖だけしてたら面白くなんないんで、やっぱその周りのキャラもすごい魅力があるんですね。すごいキャラも立ってるっていう、やっぱそこもあってもちろん自販機の魅力かなと思ったし、うん、面白かったですね。もうこれね、色物枠としてみんなもったいないというか、まあそれ入るのはいいと思う。全然、あの、自販機主人公何やって入るのはやっぱありだと思うんだけど、やっぱ不思議と全話見ちゃった人いるんじゃないかなと思うし、多分意外と評価高いんじゃないかなっていうふうに思ってます。見てる人にとってはね。うん。っていうところで、ただただ色物枠に終わらなかった、うん、アニメとしては僕はすごい評価できるなと思うし、ニキ楽しみですね、普通に。ニキ楽しみだなっていうのをね、すごい思ってます。はい、まあなんかすごい楽しめる。まあやっぱそのなんかランキング動画とかなかなか上位に上げづらい作品正直あったし、なんか劇的な面白さ、自販機にボロ泣きとかね、自販機強すぎて泣いたとかね、感動とかね、しびれたとか、さすがにそこまでならなかったかもしんないですけど、まあ面白いって、あ楽しめんなっていう作品やっぱなってたのはすごい良かったし、やっぱこれだからアニメはやめられないなって僕正直思いましたね、今回。やっぱこう、僕すごいね、やっぱタイトル数もほとんど全部、まあ、新作に関しては全部見るようにしてます。で、やっぱ、リクさんこれ絞って見ないんですかとか、やっぱ、特にやっぱ序盤で言われることも多いですし、あの、なんでこれ切らないんですかとか、そういう、まあ、厳しいこともね、言われたりもします。ただね、やっぱこういうアニメを見つけちゃうと、やっぱこうやって全話見るとか、やっぱこういろんな作品を見てみるって、やっぱすごいいかに大事というかね、もう思わぬ作品が見つかるんですよ。これ世間的には何も話題になってないかもしれない。アニメオタクの間で自販機がなんか主人公のアニメあるらしいぞって話題になってるかもしれないけど、それ多分、なんか僕の多分友達ピョっていう会社の何同期とか聞いても、何、ね、自販機みたいなのあると思うんですよね。でもやっぱこうやって面白い楽しめる作品ってあるんですよ。決してやっぱ僕のランキング上でも上に上がってないかもしれないけど、楽しめる作品ってやっぱあるんで、なんか改めてこれ自販機の話ちょっと違がそれるんですけど、やっぱそのいろんなアニメ見るってやっぱなんかやめれないなってすごい思いましたし、だからこそこういうなんか作品がいろいろ見つかっていく、もっともっと面白いダークホースみたいなやっぱいろいろありますけど、もちろんコンジもあるんだけれども、まあ、すごい僕は楽しめたなっていうね、うん、作品だったし、やっぱまあ何度も言いますけれども、その色物枠として思ってほしくない、うん、なっていうのはすごいね、まあ、あの、あれね、ジャンキー進行、あれじゃ見ねえよっていう姿勢じゃなくて、うん、まあ、この感想をね、ほんと素直に売ろっとほしいなっていうのはね、思いました。いや、面白かったっすよ。はい。よかったっす、思いますよ、ジャンキー。うん、楽しみました。まあもちろんね、シナリオアラーがあったりとかさ、自販機どんだけなのか、なんでもありやろとかさ、めちゃくちゃでしたよ、最終回も。正直。めちゃくちゃなとこもあったんだけれども、うん。でもなんか、ある種の大演壇だったし、よかったんじゃないですか。はい。ランビッシュちゃん可愛かったです。はい。というところでね、
ダメなしの感想をいたしまして、5回ネタバリの感想入っていきたいと思います。ネタバリにご注意くださいという、こう、ネタバリの感想としては、ちょっとね、まあ、2期の展望というかね、まあ、もう含めて話していきたいなというと、まあ、最終回見た感想という、こうね、話していくんですけど、ネタバリにご注意くださいね。まあ、ネタバリの感想として、まあ、特にやっぱ最終回とかに入ってくるんですけど、まあ、最初ね、自販機マニアのなんか主人公は自販機に転生で大丈夫かと思ってる中で、なんかこの主人公がなんで人間に戻りたくないのかみたいな理由とか、まあ、なんか結構しっかり出てきてですね、で、まさかの、やっぱその自販機じゃない、人としては受け入れられないんじゃないかという、なんか主人公のある種のその恐怖。自販機でいるからこそ、なんか自我が完全にないからこその、なんかネームをあえて覚えないといろいろありましたけれども、なんか意外とそういうなんかさ、その自販機である理由とかさ、自販機で俺が喜ぶ理由みたいなのが結構出てたし、いや、それをやっぱ受け入れられてる側面も、まあ、確かにさ、これでよくありますよ。なんかスライムが人間になっちゃったりとかさ、あるいは人間転生したのかみたいな、まあありますけれども、やっぱこう、この先にって本当に自販機は転生、まず自販機なんで。ですよね、ありますよ、最終回も AED ネタ、自販機じゃないだろうとありますけれども、やっぱりそのある種その軸がしっかりした上で、そう、安易にその自販機、本当に自販機で貫くっていうのは僕はすごい面白いなと思ったし、なんかいろいろありもうなんか最後もね、ガソリンとか、まあ、もう目に見えた戦いですけど、で、まあ、AED までやっちゃってさ、まあ、てかもうなんか何でもありでしたよ、もう正直何でもありだった、もうホースみたいな、もう自販機じゃねえだろみたいな、もうあ本当はなんか自販機っていうか、まあ、なんていうの、概念として何が自販機なんかみたいな、わかんない、もちろんね、なんかそのこんなのもあるんだと思うのもありましたけど、なんか昔の自販機なんか出てきたよね、いろいろ、でもとかね、なんかちょっとなんか前回とかな、ちょっと感動しちゃうよね、ちょっと心に来るようなね、ストーリーとか、まあ、やったり自販機してって、なんか、まあ、ある種幅合い見せてくれたわけなんですけれども、まあ、最後ね、AED で蘇生までやっちゃって、もう可愛かったですね、最初からネタバレありなんですけど、ご注意くださいね、あの、ランビシちゃんもね、あの、ヒュールミと、あの、シュイちゃん、あの子はね、後半から出てきて、まあ、あの、多分ね、もっとこう、これから出てきてくれると思うんですけれども、シュイちゃんね、富田美優ちゃんがやってる、まあ福山さんもやっぱうまかったしな、ランビスね、やっぱエーデちゃんとかもね、生産もやっぱすごいいい作品だったんですけど、まあヒュルミとランビスって結構序盤、まあ序盤でヒュルミは中盤ぐらいかな、んでまあ最後あのシュイちゃんができてっていうところで、まあ三枚看板みたいになりましたけれども、まあその二人がねキスしてからのランビスちゃんがこうジャンキーにこうお礼のキスみたいにするっていう、なんか感動しましたよね、本当になんか見ててよかったなってすごい思ったし、まあ自販機に関してはね、まあずっと、まあそのメンバーとかの動画では面白いって言ってたんですけれども、まあなんかそういかんせんと順位を上にできなかった、まあ最後の最終回の順位どうするかはまあね、またその順位お楽しみにお待ちいただけたらと思いますけれども、面白かったし、うん、なんかあの主題歌とかもね、あの主題歌ランキング入ってないかもしれないけど、僕はなんだかちょっとハマってたりとかね、まあエンディングもね、うん、っていうところで、もう総合的に楽しませていただいて、まあ作家も、うん、まああのなんか超鉄サッカーとかわけじゃないですけれども、よかったと思いますし、うん、あの、インキャメンとか出てきたね、あの子も面白かったし、っていうところで、もうすごいなんかね、自販機を最後までしっかり軸にしながらね、うん、いい作品になってたなって思いましたし、まあ、あの、冥府の王とか最後ね、なんかやばいラボスキャラみたいに出てさ、しかもなんか腕ちょっと壊しただけで猿みたいな謎のさ、ラスボス猿ブームみたいな、まあよくあるんですけど。マジなんでこれでいなくなったみたいな。で、なんかいい感じにね、死んじゃったかと思ったらなんか蘇生したみたいな。まあ結構強引に最終回であったんですけれども、まあ、2期あるならまあいいじゃないかと。うん、2期ね。あのまあ原作ってこれ関係者なんだもんね。関係者じゃないのかこれ。うん、っていうところで、まあね、アニメ2期楽しみましたいですし。はい。まあここから正直ね、どうするかわかんないです。どうやったら面白くできるかって言われても。うん、原作者さんは何？一期では出番がなかったあのキャラたちが5期喋れる、また新たなキャラ出てくる、新たな自販機も数、まだ自販機登場するんですか、 AED も出たのに、もうまだで自販機登場するなんて言ってたらしいんだけど、すごいね、自販機ってこんな話広がるんだなとも思ったしね、いやー、まあ、なろうもね、やっぱ2期多いですけども、すごいっすよね。まあ、そんだけやっぱヒットしてるっていうところで、配信とか見たらそうですよね。で、アニメとかもトップ10ほぼ全部なろうみたいなさ、やっぱいかに人気かっていうところで、まあでもやっぱね、こう思わず全話見ちゃう魔力みたいなのあるし、2期も見ちゃう魔力はあるのかなと思いますしね。うん、まあもちろんその、なろうに見る良し足はあるんですけれども、この作品やっぱしっかり癖を出しながらも、面白さを出してきたっていう、いい作品だったなと思いましたし。うん、まあ2期もね楽しみに、まあ正直ネタ切れかなと思ったんですけど、まあ、タチさんの、ね、今のコメントを見るとね、うん、ちょっと期待したいなと思いましたしね、はい、いやーびっくりしましたね、でもよかったですね、はい、まあ、2期はねさすがに多分もう話題に正直なんないと思うし、僕もね動画多分上げないとは思われるんですけれども、まあひっそりとね楽しんでいきたいと思うし、もしねまたなんか動画上げたいようなこう回とかなんか話題みたいなのあったら、こうやってまた動画ね語らせていただきたいなと思いますし、もしね
見てない方、うん、とかね、まあ多分色物だと思って、そもそも色物枠を俺は別にそうやって好き好んで見ないよって人もいると思うんですけど、単純にアニメとしても面白かったね。まあ気になった人はぜひね、これを機に見ていただけたらと思う。途中でみんなやめちゃった人とかもね、あのまあそういう人はまああんま向かないかもしれないけれども、まあ最後の見たらね、僕はすごく見てよかったなと思ったし、自販機の主人公でここまでできるんだっていうのが、なんかある種僕はすごさを感じた、うん、作品だなっていうところで、まあ日決定で、今期最速日決定おめでとうございます。びっくりです。まさかの今期最速は自販機でした。はい。このアニメの主人公は自販機、今期最速の日記は自販機でした。はい。ということで、最後全くなんかうまく言えなかったですけど、まあ自販機ね、日記決定に関する動画は以上となります。ご視聴最後までありがとうございました。はい、またね、まあ、バタコン日記の感想もこの後あげますし、バタコン日記の感想とかおかしいの、バタコン日記始まってなかった、バタコン日記に関する動画もね、またあげますし、コンティもね、ラストパート、まあ、来期に関する動画も上げていきますが、コンティの動画もまたガンガンね、上げていきますんで、ぜひ、この金チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。またね、これ、自販機みたいな感想を毎回聞きたい人は、ぜひね、まあ、自販機以外にめちゃくちゃ変わってんだけど、メンバーの方もね、ぜひ登録お願いします。はい、ということでね、まあ、こんな感じで締めたいと思います。またいろいろコメントもお待ちしてますし、まあ、ぜひね、この銀チャンネル登録、高評価もお待ちしてます。はい、ということで、今回の動画は以上となります。最後のご視聴ありがとうございました。